て3回見るんですよ、必ず。3回得意じゃないんですよ。3回なんか得意もないから。3回見ることができるよね。見ることが。ね、これもやるんですよ。そうすると得点のアップするから、ね。で、この試験が終わった後、まあ、模擬で試験でもいいんだけど、終わった後に答案提出するときにね、あ、もう今の自分の出力はもう全部出したな。試験っていうのはそれで勝ちですからね。勉強は進んでる進んだら関係ないの。進んでるわけがないんだ、そもそも。ね、11月3日で終わったばっかだからね。授業したらね。ら進んでるわけがない。まだ証明もほとんどできないはずだからね。はい、それはどうでもいいんですよ。11月の20日にできればいいんだよ、今。それでね、ここに照準を絞ってますから。つまり僕はここに最高潮になること以外考えてませんから。指導する。11月の3日に最高潮になる指導をやったってしょうがないからね。しょうがないからね。ちょっと想像してください。今日5日か、この11月の5日の今の時点で満点取れるような指導やったらどうなるか分かりますか。いや、全員満点取れる指導やったらどうなるか分かりますか。まず夏休みのコーナーだって、やったかな、そんなに。どうしようか、それはないですかね、一切。ここまで試合にならない。で、ここで例えば全員100点取ったとさ、いけよ、おかしいね。なんか浮かしそうだね、これですね。なるよね。なりませんか。油断するんだよ、絶対。早いうちから点数取っちゃうと油断する。ね。だから大学受験とかね、高校受験とかでよくありますよね。結構なんかできちゃってたんだけど、仕上がりが早かったんだけど、いざ本番になったらなんか落ちちゃったんで、遊び回り始めた。いけよね。まだ10代の時には心がまだ落ち着いてないからね。だから今日ダメなんですよ、そういう方法は、ね。あくまでも、本試験で70点取れる